かけていきます。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、タンサックです。今回はアシェットさんの週刊ウルトラセブンポインターを作る49号を組み立てます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでのポインターを作るの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。タンサックのチャンネルではディアゴスティーニさんやアシェットさんのハートワークものを中心に作っています。チャンネル登録、いいね、評価、いつもいつもいつもありがとうございます。今回も予想通りミサイルポットです。 1,2,3,4,5 6個目のミサイルポットなんですけど、7個目、8個目ということで8個ミサイルポットを1回ずつ作るみたいで、動画泣かせな回となっております。ちょっと簡単にできすぎるようだったら50号も届いてるので一緒に作っていくかもしれません。今この動画を撮ってる時点ではまだ決めていません。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーす。はい、予想通りですが3連装ミサイルポット前期型の組み立て2ということで、私は前期型を作ってないのでこの回がとても無駄って言ったら言い方は悪いんですけど、これ作る意味あるのかなと思いながら作ります。そしてさらに48号に続き全く同じなので、まあもし間違いに気をつけながらということで、もし一気に作ってる人がいたら混ざってなんか似たような形状だ、似たような形状だし、なんかもう別に混ざっても全く同じなら問題ないと思うんですけど気をつけましょうということと、最後の支柱を接着するときにこれですね、これを接着するときにパーツが重さで傾かないように注意しましょうということです。これって全部 ABS で、今ずっと 1,2,3,4,5,6 回目のミサイルポットなんですけど、別に1回ミサイルポットを8個1回ずつ作るのはまあ100歩譲って妥協するとしても、なんか連続じゃなくて忘まあ探索は忘れた頃にやると最初からみたいになるんでちょっとあれですけど、なんかこの辺このドアを組み立てたらもう一回ミサイルポットとか、なんかダッシュボード組み立てたらもう一回ミサイルポットとか、なんか間でタイヤって4個一気に作らずにどっか作ってタイヤ、どっか作ってタイヤって感じで4回をなんか分かれて今までもやってきてるし、なんかさすがにミサイルポット8回だとちょっとこのアシェットさんの社内でこれ文句出るんじゃないみたいなことは誰も言わなかったのかなと思いました。はい、でおそらく次の3、4もミサイルポットなんですけど、これの形状でここが短いだけなんじゃないかなとは思っています。はい、もしくはなんか毎回そのここが充実してるとか、何かここを充実させるとか、何か一つおまけをつけるとか、定期購読で全員にもらえる写真がありますが、その写真を
毎回違う写真をお楽しみでつけるみたいな、あれをドーンって渡さずに、次は何の写真が届くかなみたいな感じにしてもよかったんじゃないでしょうか。はい、じゃあ作っていきます。すぐできるでしょう。探索はね、忘れっぽいんで、動画的にはまあまあ困りますが、技術的な面でいくと忘れないうちにできるというのはまあまあいいところと悪いところがありますね。こうやって連続だと。もう全部切っちゃいましょう。お手本がね、もうここにあるので簡単にできます。はい、じゃあまずはこれ、こっちの穴が開いてる方、ここにどんどんつけていきます。はあ、なんと、おっと、サーティーはこれがダメになってしまった。なんということでしょう。よっ、あれ、もうこれダメかな。これとこれが完全にひっついちゃってる。あー、ダメだ。じゃあちょっとこれはもう蓋として使って、これはこれに出して使おうかな。なんと、あ、めっちゃ使いやすかったのにな。わあ、めっちゃ出る。これをこういう蓋として使おうと思います。ミサイルポットに最適だったのに。あれ、なんかおかしいな。文句言ったからバチが当たったのかな。文句言った？文句言ってた私。長いのをこっちにつけます。お、違うのか、あれ、合わない。これ短いやつ？これ短いのか。もう短い。あれ？目の感覚が、目の錯覚がすごい。じゃあこれ短いのか。長いのをこっち。水飴みたいになんかトロトロ糸引いたりしています。見えるかな、見えないか。はい、蓋します。なんか空気に触れるとちょっとドローってするんかな。はい、竹取物語をここに3つ。あ、あれ？すごいゆるゆるだな。ここで回る。回ると角度変わってくるやん。形状も適当になってるのか？あれ？抜けた。あれ？使えるようになった。使いたかったよね。ん？逆？あ、逆か。こっち？あ、こっちだったか。で、これがこっち？あ、間違えてる。あー、やばい。
こっちだった。見ずにできるとか言って本当に見てなかったからできてなかった。怖いですね。なんかいつもはあのリンゴの形してるんだけど、今回ねリンゴの形じゃなかった、なので間違えました。はい、そしたらこの2つの穴にこれを入れます。あ、取れそう。よいしょ。わ、グラグラ。待って、まっすぐまっすぐ。はい、ここまでできました。はい、ここに1と2って書いてあるんで、こう向きにして、こっちがこっちが2。で、ここにこれをこうはめます。よいしょ、接着だね。いけるかな。いや、取れそう。取れた。これが電気型の、これと全く同じ形してる。こうして、こうできた。で、最後にこれをこうするんですけど、おっと、よいしょ、大丈夫かな、まっすぐならない。はい、これをこうするんだけど、しっかり接着剤をつけたら傾いちゃうんで、乾くまで待ちましょうって書いてあります。まあ、前回そんなことしたか覚えてないんだけど、こうして、あれ、前後ろあったかな、ないかな、一緒だね。ほっ。で、この接着面まっすぐにして、良さそうだね。この状態でグラグラする。パーツが固着するまで安定した状態で保管しましょうということです。いいかな。じゃあね、綺麗に前回作った分も綺麗にできてるし、こう見てもまっすぐできてるし、これすごい綺麗。はい、ミサイルポットはね、正直これが前期型でこっちが後期型なんだけど、正直前期型の方がかっこいいですね。こうやって見るとこっちが3本でかっこいいけど、横から見たら前期型の方がかっこいい。これもついてるし。でも前期があって次後期ってことは何か改良されたんですよね。はい、じゃあ今回はこれで完成です。ちょっとアシェットさんのね、ちょっとあれしたらちょっとバチが当たっちゃいましたね。はい、じゃあ次回はというか次回も前期型のミサイルポットの組み立てで、多分多分というか絶対全く一緒で、ここが短くなったものを作ります。今回のマガジンは第24話北へ帰れというお話なんですけど、この北に帰れ何度見ても泣けちゃうお話です。
北極の上空で起きた事故なんですけど、この灯台みたいなのがあって、その近くで飛んでる旅客機と地球防衛隊の乗り物が正面衝突して、どっちも墜落してしまう事故が起きました。それで調査に乗り出したのがホーク3号で、古橋隊員がじゃあ調査に行ってきますって言って向かいました。ここの灯台から変な電波が出ちゃって、その電波を浴びて、なんかオーロラなんですけど、そこに行くと制御が効かなくなって、もうここまっすぐしか飛べなくなっちゃうっていう電波を出しちゃって、でじゃあもうこれまっすぐしか飛べないから、このラインには旅客機をみんな来るなって伝えてって言ったのにもかかわらず、制御不能になった旅客機、300人乗せた旅客機がウィーってこのラインに乗ってきちゃって、このままじゃ正面衝突するぞ、あと20分でっていうところで、どっちも制御不能だから、これを自爆させて、古橋隊員はパラシュートで降りた後にこれを自爆させようっていう作戦にして、正面衝突を避けようっていう話だったんですけど、自爆装置をセットしてから、さてパラシュートで飛び降りようってなったら効かなくなっちゃって、もう飛び降りれなくなっちゃって、もうここで古橋隊は自爆するしかないってなって、でどうしようどうしようってなって、ちょっと様子を見に行ってくれって古橋団が分かりましたってこう行きました。そしたらで、ちょうど古橋隊員のお母さんが隊員を辞めさせて北海道に帰ってきてほしいということで、お母さんが地球防衛軍のところにやってきてて、でちょうどみんなもう古橋隊員はもう自爆するしかなくって、でみんなお母さんとちょうど通話ができて、そこで泣けるっていう話なんですけど、で諸星団がこうウィーッと行ったら、またこの灯台から変な電波が飛んできて、制御不能になりかけたところをこの辺で不時着して、でこれが怪しいなっていうことで、ウィンダムを召喚します。でウィンダムに引かせるんですけど、手と足が一緒に出てて、のし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 って言ったら、ウィ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 って変な電波が浴びちゃって、うぬぬってなって、それでくるって帰ってきて、ここからレーザーショットを団に向かって撃ちます。それでおっとっとっとデュアって変身して、エメリウム光線でお互いビー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 ってやって相打ちになって、でも襲ってくるからこう揉み合いになってました。でももうここはあと20分で正面衝突するところで、ここで揉み合いになって、でこう追っかけっこになりました。こうやってぐる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 って追いかけっこになって、ぐる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 ってなって、で逃げたんですけど、これでちょっと頭がね、落ちるのがちょっと弱いんで、ぐる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 って一人でずーっとこうやって、可愛いんですねこれ、ぐる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 って力つけてパタンと倒れて、でそうなってからもう一回エメリウム光線でビビビビってやったら、はっってなってアイコンタクトして、うんうん、いけ、あれを攻撃しろ、いけでシャキーンってなって、また攻撃に行きました。そしたらまたここからウィーってなんか電波が出てきて、バタンと倒れちゃったので、またカプセルに戻しました。こうビューンって逃げていったので、ワイドショットでバババババボカボカーンっていって、これはチリチリになって破壊されました。その瞬間に制御ができるようになって、もうあと寸前のところでぶつかりそうになったところをキューンってして、で事なきを得ました。そこから
脱出もせず自爆装置も解除してそのまま地球防衛軍の基地に帰ることができましたというお話です。でもそれだったらもしセブンがオーロラ怪人か南星人こいつを倒さんかったら衝突してどっちもダメになってたんでこれは自爆する予定だったんじゃないかなと思ってこうなる前に爆発しちゃうんじゃないなかったのかなと思ってちょっと計算間違いしたのかなと思ったりして、これらの解説はサブチャンネルのウルトラセブンのエピソードの解説の方でもお話ししていますので気になった方は概要欄に貼っておきますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。それからウルトラセブンシリーズではデアゴスティーニさんのウルトラホーク1号も発売になりましたので完成まで作ります。こちらも再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだん。また見てね。じわ。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。